サスケのぐらいのスペース、スピードで行くから。カメラついてこいよ。え？ついてこいよカメラ。そういうこと？違う、そのままで行くよ、うん。俺の動きに忍者のようなイメージは忍者、ナルトのやつやから。はい、早く早く。おしっこしてる。はいして、はいして、はいして。忍者行くで。うん、今後の自分を占っていくわ。今後俺の人生どう転ぶか。わからん。ただ俺は行く。行くよ。さあ、三個。三個行きます。いやー楽しかったですね。ついつい一人ピタゴラスイッチしてしまいました。なんで男なんてね、何歳になってもああいうアスレティックとかああいう遊具とかに興奮するんだなと思って。昔ですね、僕は大阪の天満のキッズプラザ大阪、あそこが本当に大好きで、よくね小学校の頃はね遊びに行ってました。夢の国です。一つの建物にいろんなもん遊具が混じってて、ちょっと図面というかね、頭を使って遊ぶようなね、そういうね遊び場所だったんですよ、キッズプラザ大阪。ハマチを買ってからいろんな公園に行く回数が増えたような気がします。どこに連れて行ったハマチが楽しいんだと、どこに連れて行ったハマチは喜ぶんだって、ね、その中でついでに僕も鍛えるみたいな、それが理想の休みで、全員ハッピー。なんか昔はこう朝方まで飲んで休みの午前中は寝るみたいな、そういうことが楽しい時もあったんですけど、今朝早く起きてこうやって健康的なね遊びをする休みが楽しくて楽しくて。4、2、3、4、2、3、うん、いいよ。呼吸やで。6、2、3、ポン。6、2、3。いけるよ。7、2、3。7、2、3。浜島行こう。浜島行こう。浜島行くよ。行くよ。浜島行くよ。行くよ。1、よし。2、3、4、5。